モザンビークが外交施設を派遣している諸国を示した世界図。アメリカ合衆国、ブリックス、日本以外では南部アフリカ、東アフリカ、西ヨーロッパ諸国、ルゾフォニアに比重がある。本校はモザンビークの国際関係について扱う。モザンビークの国際関係における政策では近隣諸国と 友好関係を結ぶこと、開発のパートナー国との関係の進展という二つの柱が維持されている。1970年代から1980年代初頭まで、モザンビークの国際関係は、ローデシアと南アフリカ共和国、そして冷戦における二つの超大国間の関係と、いわおうなく、結ばれていた。 モザンビークによるローデシアへの国連制裁措置志行の決定と同国の海への出口の封鎖はイアン・スミス政権をして公然、非公然双方のモザンビークに対する不安定化工作に着手させた。ローデシアでの政権交代によって1980年にジンバブエが成立したためにこの危機は除去されたものの南アフリカ共和国のアパルトヘイト政権が モザンビークに対する金融不安定化工作を続けた。1984年に、ムコマティ協定が結ばれ、南アフリカ共和国は、ローデシア朝方機関によって設立された、モザンビーク内戦の当事者であったレナモの援助を打ち切り、モザンビークと南アフリカ間に開かれた外交協定が結ばれた。このプロセスは、 南アフリカのアパルトヘイト廃止運動に弾みをつけ、1993年10月の両国の完全な外交関係樹立によって頂点に達した。一方その他の隣国であるジンバブエ、マラウイ、ザンビア、タンザニアとの関係は時折緊張を見せたが、モザンビークはこれら諸国と強く結びついている。モザンビークは非同盟運動の一員であり、 国際連合のアフリカブロックや、その他の国際的組織の議長国である。また、アフリカ統一機構、アフリカ連合と、南部アフリカ開発共同体に属している。1975年の独立直後からモザンビークは、かなりの助力を一部の西側諸国、特に、スカンディナビアの国々から受けた。しかしながら、ソビエト連邦と、その同盟国はモザンビークにとって、 最優先の経済的、軍事的、政治的パートナーとなったが、その外交政策は、この結合に反映された。この変化の始まりは1983年であり、翌1984年、世界銀行と国際通貨基金に加盟した。西側諸国の目的はすぐに、ソビエト連邦の助力に変わり、スカンディナビア諸国、フィンランド、 アメリカ合衆国、オランダ、欧州連合は徐々に開発協力の重要な源泉となり始めた。イタリアもまた平和協定において決定的な役割を果たした。旧宗主国だったポルトガルとの関係は複雑かつ重要さを持ち、ポルトガルの投資家はモザンビーク経済において可視的な役割を演じている。1994年に政府は ある程度国際的な支援の基盤を広げることと、国内に一定数存在するムスリムを喜ばせることをも目的に、イスラム諸国会議機構の加盟国となった。同様に、1996年初頭にモザンビークは、英語圏の組織である、イギリス連邦に加盟した。同年、モザンビークはポルトガル語諸国共同体の、原加盟国かつ、初代議長国となり、 親密な関係を、ルゾフォニア諸国と結んでいる。中華人民共和国イコールモザンビーク間関係は、1960年代の中国がポルトガル帝国と戦うモザンビークのマルクス主義組織、モザンビーク解放戦線を援助し始めた時に、遡る。公的な外交関係はモザンビーク独立直後の1975年6月25日に結ばれた。 2006年11月に、モザンビークは中国にとって、アフリカで13番目の公的な観光目的地として、リストに加えられた。中華人民共和国主席古今東は2007年2月に、モザンビークを公式訪問にし、モザンビーク大統領、アルマンド・ゲブーザと地域の経済、技術、農業、教育、スポーツに関する協力を制約した。 モザンビーク・ロシア間の関係は1960年代のロシアがポルトガル帝国と戦うモザンビークのマルクス主義組織モザンビーク解放戦線を援助し始めた時に遡る。多くのフレリも指導者はモスクワで訓練を受けた。公的な外交関係はモザンビーク独立直後の1975年6月25日に結ばれた。2007年6月に ロシアとモザンビーク両国は経済協力協定に調印にした。ロシアは大使館をマプートに置き、モザンビークは大使館をモスクワに置いている。アメリカ合衆国とモザンビークの関係は良好かつ着実に進展している。1993年まで合衆国のモザンビークに対する援助は重要であり、 顕著な緊急食料援助が1991年から1993年まで発生していた南部アフリカ干ばつ対策の一部として行われたが、より重要な指示は和平協定への取り組みだった。1994年10月の選挙に結びつくプロセスの間、合衆国は重要な出資者かつ、 ローマ包括平和協定理交換士のための最重要委員会の一員だった。合衆国はモザンビークにとって最大の総務的なドナーであり、ドナーエフォートとしてモザンビークを補助する役割を演じている。ありがとうございます。